夏が近づいています。暑い日も増えて、涼しげなお酒が飲みたくて、そして私はペンギンになりたい。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？はい、6月9日日曜日、時計の針は深夜0時を回りました。こんばんは、声優の船戸ゆりえです。いやー、ほんとね、どん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 夏の音が聞こえてくるというか、夏の温度が来ましたね。はい、夏が近づいております。ということで、まずここで一通お手紙読ませていただきます。ゼノさんからありがとうございます。ゆなとさん、こんばんは。こんばんは。先日ツイッターでアイスボックスに日本酒を入れ炭酸水で割るととても美味しいというツイートを見つけ、前田船戸の酔い酔い日誌ページ4、懐かしい、日本酒×フローズンフルーツでオリジナルカクテルチャレンジを思い出しました。その記事で船戸さんらが飲まれていた片船花時間を私も飲んだことがあるのですが、とても華やかで甘みが強く非常に美味しかったですね。これから夏に向け新たなカクテル作りにも挑戦したいなと思いました。わー、ありがとうございます。いや、これめっちゃ美味しかったんですよ。ていうかね、このアイスボックスめちゃめちゃ有能。いや、まさかね、中学生高校生の時に普通にこう部活後にバリバリ食べてたアイスボックスがこんなお酒で役に立つなんて大人になってから知りましたよね。初めて知ったって方、ぜひチャレンジしてみてください。はい、というわけで今夜飲むお酒は京都の木下酒造のお酒、玉川アイスブレーカーです。すごい英語かっこいい、アイスブレーカー。いや、まあ名前的にも夏酒ですね。しかもこのお酒、ラベルにペンギンちゃんが書かれてるんです。かわいい、かわいい。はい、どんなお酒なのか楽しみです。それでは今夜も短い時間ではありますが、私とのお酒とお話にお付き合いください。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？ではでは、玉川アイスブレーカーをいただきます。やったー。はい、こちらです。ボトルがね、ブルーで、いやー、なんかパッと見お酒なのか、なんかちょっとこういうなんかラムネみたいな色してません？なんかちょっとかわいいよ。そう、ペンギンもかわいいの。ペンペンペンってしてますね。ではでは、片口に注ぎまして、お、いいね、軽く琥珀色にお色がついております。すごい、すごい、いい香りが漂っています。それではおチョコに注ぎますよ。いただきます。うん、うん、キーンとくる。わー、美味しいです。すごい美味しい。あ、でも結構アルコール度数高めなのかな？結構ガツンときますね。うん。ガツンときて、なんかこう、なんか、それこそ、梅雨のジメジメってしたのをなんか吹き飛ばしてくれるような力強さがあります。うん。あ、でも、17度以上、18度未満ですね。うんうん。美味しい。あー、でも、確かにこのラベルの、この氷とペンちゃんが合う。美味しいです。はい。こちら、木下酒造は、京都府の日本海側である京丹後市にある1842年創業の酒蔵さんです。代表的な銘柄が玉川で、現在その杜氏を務めるのは、なんと、イギリス人のフィリップ・ハーパーさん。かっこいい。日本酒に惚れ込んで、日本語の教師から酒蔵で働き始め、とうとう杜氏の資格まで取ってしまったそうです。めちゃめちゃすごい。現在のところ、外国人の杜氏さんはハーパーさんだけ。うわー、すごい。いやー、でもいいですね。イギリスの方でもなんか日本酒すごいって好きだなって思っていただいて、杜氏まで上り詰めるっていう、いや、努力の方ですよ。素晴らしい。うん。あ、じゃあちょっと一通メール読みますか。こちら、カンタスさんからです。ふうにゃん、こんにちは。こんにちは。今年ももう5月になり、梅雨が近づいてきましたね。私は雨が得意じゃなくて、雨の日は一日気分が下がってしまいます。ふうにゃんは雨は好きですか？雨の日を楽しく過ごせる方法とかがあれば教えてほしいです。なるほど。
やでもね、わかるよ。なんか雨降ってるとね、やっぱ朝とかちょっと起きにくかったりするし、雨かーってなるとお気に入りの靴とかもね、なかなか履けなくなっちゃうから。まあでもね、そういう時はあれですよ、やっぱり。とある、ミックスジュースフロムアメボチャンネルというグループがありまして、そこの楽曲で、レインオアシャインっていうね、曲がありまして、まあ、雨の日でも、こう、なんか晴れやかに、なんか元気出していこうぜ、みたいな、元気の出る曲なんですよ。だからね、それをこう、イヤホンとかで聞きながら、こう、朝ね、お仕事だったり、学校とか、行ったりしたら、ちょっと気分も晴れやかになるんじゃないかな、って思います。あと、まさにこのお酒、おすすめですね。めっちゃさっぱりするの。本当に、なんか一口クピって飲んだ瞬間にこうグッとくるというか、なんか本当に最初にも言ったけど、ジメジメ吹き飛ばしてくれるパワーがあるなって感じました。めっちゃおすすめです。はい。カンタスさん、ぜひ飲んでみてね。さあ、そろそろお時間になってしまいました。来週も玉川アイスブレイカーをいただきながらお話ししていきますよ。これね、ロックで飲んでも美味しい、とのことなので。来週はロックでいただいちゃおうかな。はい、今夜もごちそうさまでした。皆さんこんにちは、春萌えの萌え、小泉萌香です。春萌えセカンドアルバムレイディアイが6月19日に発売決定しました。おとぎ話をテーマに音楽を紡ぐ春萌え、今回は愛がテーマのアルバムです。いろいろな愛の物語に触れた春萌えが見せる愛とは、ぜひ聞いてみてください。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？今夜もあっという間に閉店のお時間です。まずはお知らせです。現在テレビアニメハイスピードエトワールが放送中で、私船戸はヒューガ光役で出演させていただいておりますが、もうね、物語も佳境になってまいりまして、私もね、光役としてアニメの中で挿入歌を歌わせていただいたり、レースシーンもね、本当にこう、すごい盛り上がってきてるので、ぜひ見て、そしてお便りも送ってよろしくお願いします。はい、そして、前田香織と船戸ゆりえの前船初恋旅夏が現在予約受付中です。なくなり次第終了中、なくなり次第終了なので、ぜひゲットしてくださいね。そして、ミックスジュースフロムアビボチャンネルファンツアー in 韓国。こちら日程が10月25日から27日となっておりまして、予約は6月28日までです。詳しくは X を見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、番組ではあなたからのメールをたくさんお待ちしています。お酒にまつわるほろ酔いメッセージや番組の感想、私に話してほしいことや質問、何でも OK です。メールは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。メールをくれた方の中から抽選で毎月4名様に番組オリジナルステッカーをプレゼントします。たくさんのメールをお待ちしてます。公式 X もありますよ。番組収録時の様子など、ここでしか見られない写真や動画をアップしているので、フォローよろしくお願いします。また、ハッシュタグは、日本酒足りてますか？日本酒が漢字で足りてますか？はひらがな。ぜひ、番組の感想などもポストしてください。それでは、お別れです。また日曜深夜、日本酒の時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、船戸ゆりえでした。あ、日本酒足りてますか？